写真拡大。昭和の巨人ファンに幾度となくため息をつかせた元投手が小雨舞う神宮球場で大歓声に迎えられた。7月11日、ヤクルトの球団設立50周年を記念した OB 戦オープンハウスプレゼンツスワローズドリームゲームに出場した安田武史。2017年に癌が見つかり余命1年の宣告を受けたが、今も健在で母校での指導も続けている。現役時代、大打者の王貞治氏、現ソフトバンク球団会長に熱報強かった王キラーには72歳になっても追いかける夢があるという。わずか2球でも高揚感を抑えられないように表情を崩した。1回2試で登板した安田氏がゆったりしたフォームで8球を放る。現役時代は力感のない小気味いいサイドスローでペンギン投法の異名を取ったが、横から投げ取ったら球が届かんわと豪快に笑って封印。引退した81年以来という神宮のマウンドを束の間でも堪能した。中高年以上のヤクルトファンにはきっと鮮烈な背番号22の姿が記憶に刻まれている。72年に入団した173センチの小柄な投手は1年目から7勝5敗、防御率 2.08 の成績を残し、新人王と最優秀防御率を受賞。翌73年にはプロ野球記録の81イニング連続無四球を樹立した。新人王は毎年出るけど、この記録ばかりはこれから先も抜かれんのじゃないかなと胸を張る。78年には15勝を挙げ、初優勝の原動力になった。ヤクルト一筋10年間で通算93勝。成績もさることながら、ファンの心をわしづかみにしたのは、世界の王をぴしゃりと抑える頼もしい姿だった。とにかく向かっていったね。135キロでもね、抑えられる。インコースにズバッとね。九州男児の闘争心で攻めの姿勢を貫き、いつしかキラーの称号がついた。そんな昭和の名投手は引退後、コーチやスコアラーなどを歴任。70歳を迎えた17年には、母校である福岡小倉高のコーチに就任した。孫のような後輩球児たちと過ごす日々。新たな夢を意気揚々と追うはずだったが、病魔は残酷だった。その年の春先に体調を崩し、ステージ4のスキルス性癌と診断された。医師からは余命1年程度だと言われ、すぐにコーチを退任した。目の前にいきなり突きつけられた人生の岐路。それでも、マウンドで見せた勝ち気な姿は、影を潜めることはなかった。ガンなんかに負けてたまるか。笑って死んでやる。かつての好敵手からの思いもよらぬ激励にも心を支えられた。診断されてから約3ヶ月後、知人を通じて1枚の色紙が届いた。送り主は王貞治。達筆な文字でこう記されていた。気力を持って乗り切ってください。その色紙は新人王と連続無四球記録の賞状の間に飾った。もう、本当に嬉しくてね。すぐにヤフオクドームに出向いてお礼を伝え、その翌年にはソフトバンクの春季キャンプにも訪れた。倒すべき敵となったガンと向き合い、6週間に一度のペースで抗がん剤治療などを継続。すると、次第に治療の負荷も少なくなっていったという。病院の先生からは、1年前と比べても癌は進んでいないと言われてね。ただ、完治破線。一生付き合っていくしかない。衰えない情熱が体を動かす。今も治療の合間を縫って福岡に通い、高校生たちの指導に精を出す。余命1年の宣告から、間もなく2年半。次なり目を問われると、黒黒と瞳を輝かせて豪快に言った。そんなもん結末取るやろ。小倉高校の甲子園出場や、小西明、旅子西。